役人に聞いた好きな衣装ランキング占い師イライクラーク編。今回は全25種類の占い師の衣装の中から1人1票投票していただき、上位5位までを選出いたしました。回答者は個人の好みや試合での機能性など様々な観点から投票しております。一部見た目が完全に他のキャラクターになっているコラボ衣装は除外しております。今回103名の方にご協力いただきました。ありがとうございました。こちらが今回対象にした25種類の衣装です。それでは早速集計結果を上位5位まで発表していきたいと思います。第5位、観測者。衣装のデザインも袋も全部かっこいい。いやマジでそれだよね。イライクラークって結構民族っぽい自然っぽい衣装が多いんだけど、このかっちりしたコートをどうやって着せるんだっていう風土がある中でねって思ってたら、このデザインもねかっこいいよね。襟元から風土の出方もすごい自然だし、中に着てるインナー、顎元まであるね黒いチャックついたやつとかめちゃくちゃかっこいいし、でやっぱり袋がめっちゃ機械仕掛けっぽくて最高に雰囲気に合ってんだよね。COE 衣装でとってもかっこよく、 UR でもいいくらい素敵な衣装で好きな衣装だからです。いやほんとそれだよね。これ SSR とは思えないぐらいめちゃくちゃ凝ってるよね。ほんとにね、フクロウがもう SSR のデザインじゃないのよもうフクロウだけでもう UR なんじゃないかって思えるぐらいかっこいい。おみ足が素敵、とても細い。いやマジでそれだ。イライクラークの衣装って結構足が出ない衣装が多いと思うんだけど、この衣装はね足をガーンと出してくれただけじゃなくね、かっこいい黒いねちょっとレザー素材感あるスキニーっぽいねズボンをピタッと履かせてくれたっていうことでね、もうなんかちょっとドキドキが止まらないよないつも見れない足を見れたどころかね、さらにちょっと上を行くようなピタピタ感を出してきてね、こっちはもう直視するのも大変よ。第4位、歴戦の漁師。ポッポちゃんもかっこいい。胸露出エッジ、隠密に最適、パーフェクトボディ。いやマジでそれだね。この衣装の袋使い鳥がめちゃくちゃかっこいいんだよね。戦いに特化してるようなデザインしててすごいかっこいい。で歴戦の漁師っていう名前からね、まあ2人で狩りをしてきたのかななんてストーリーも想像できてすごいいいよね。でこのね、ところどころのね露出がこの衣装めっちゃ多いんだよね。胸もめちゃくちゃエッチだし、足の出方もすごいセクシーだし、あとは左手のね包帯の隙間から見えるね素肌もめちゃくちゃエッチだよね。何より隠密しやすいから使いやすい。これ結構ランクまで使ってる人いるよね。民族的な衣装がめちゃくちゃかっこいいからです。優しいイメージの占い師がちょっと悪い男な感じがしてる。いやめちゃくちゃわかるわ。まあ占い師らしいある意味自然とのつながりを感じさせるようなちょっと民族風な感じの衣装でありつつも、普段のね温厚そうな知的な優しいイメージからちょっと離れた悪い感じがね本当にするんだよね。ちょっと危ない感じがするよね。またね占い師の魅力をねちょっと増やしてくれた衣装の一つだなっていう風に思います。第3位、月装。白地に上品な金と水色が可愛いのゴンゲ。いやマジだよね。ベースが真っ白、純白の真っ白で、しかも上品な金、ギラ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 してる金じゃなくてちょっとグレー味もある上品な金を合わせた上でアクセントが水色なんだよね。超綺麗なキラッキラの水色、もうこんなん可愛いし好きになってしまうよな。理由は一目惚れしたからです。夏な色合いが本当にイライくんに似合っていて、布引きちぎって食べたいです。布引きちぎって食べたくなる気持ちはねかなりわかる。でも個人的にはこの足首とかあと首に巻いてるこの金色の装飾をね引きちぎってね焼いた後に食べたい。誰よりも姫、いや間違いないね。第五人格で一番お姫様らしい衣装を選んでくださいって言われたら、もう大多数が月装あげるんじゃないかっていうぐらい本当プリンセスな衣装だよね。この白地っていうのがやっぱプリンセス感を増しつつ、こう上品さも合わせつつで、やっぱりねフードがねちょっとベールっぽくなってるんだよね。このベールはお姫様がつけるやつやっていうねもうそんならお姫様やっていうね。でやっぱりねフクロウもめちゃくちゃ真っ白で、まあ、お姫様がこう隣にねこの使い鳥置いてたらめっちゃ可愛いだろうなっていうデザインしてるんだよね。ふかふかで白くてでも目キラキラでお揃い感もあるっていうね、このツーカー感は月装かなり強いよね。第2位、人間になりたい虎。可愛い、飼いたい、抱きしめたい。いや間違いないね。こんなのがお家にいたらすぐ仕事辞めて帰ってきちゃうぐらい可愛いよね。なんかベロア素材っぽいような肌触りしそうな生地でね、すごい撫でたくなるよね。ギシちゃんのクマと合わせて使いたい、動物パ最高。機械技師のクマ女っていうねクマちゃんの衣装があるんだけど、それと組み合わせるのすごい可愛いよね。その技師のクマちゃんと一緒にグッズもかなり出てるので、まあ、やっぱり大人気だよねそこのセットは。最近は傭兵がねブラウンっていうクマ衣装が出たのでね、また動物衣装が出たら動物パーティーなんて言ってね遊ぶこともできてね、そういう面でもかなり使われてる衣装だよね。
虎、捕食者の肩に乗ってるポッポ、捕食者の危機感のなさが好き。まあ食べられるとは思ってないよね、完全に懐き切ってるよねこのね、虎が肩に鳥を乗せてるっていうね、この危機感、確かに言われてみたらめちゃくちゃ可愛いな。そしてこの衣装ね、このランキング動画を始めて初のね、SR で入賞した衣装なんで、もうその人気の高さたるやね、とんでもない人気だよ。第2位に SR が食い込むのは今後もなかなかないかもしれないね。第1位、夜行フクロウ。かっこいい、占い師っぽい、うまくフクロウをつけてくれそう。いやーマジでかっこいいの一言に尽きるよな。占い師っていうその役職名とかイライクラークのイメージぴったり、ミステリアスで、でも強くてかっこよくて怪しさもあってっていうね、イライクラークのイメージをこう 500% ね、ステータスをそれぞれマックスにした衣装っていう感じがするよね。フクロウをつけてくれそうな感じがするのはやっぱりこれが占い師が実装された時の限定 UR だから、これを持ってる人はやっぱ古参なんだよね。占い師を昔からずっと使ってるってイメージがあるから、まあきっと上手いんだろうなって思うよね。ハンター目線夜行フクロウいたらちょっと警戒いつもより強めてしまうよな。一目惚れして大号を始めたから、いやこれは一目惚れ不可避でしょう。かっこよすぎるもんな、何もかもがやっぱりこれ黒色と青色の配色が中二心をくすぐる。いやそうなんだよね、この配色とやっぱりね、根元の青のね差し色とかね、あとこのマスクの付け方、個人的にはね鼻元につけてるくちばしみたいな装飾もめちゃくちゃ中二心くすぐられるね。レア、美の結晶。まあレアなの間違いないね。正直夜行フクロウが実装された時に第5を始めていなかった人も多いと思うから、あーもっと第5人格始めておけばっていう風にみんなね、もうハンカチキシーってね噛み締めて見るしかないよね。28とかで会えた時はもうね、チェイスそっちのけでスクショ祭りやっちゃうよね。めちゃめちゃ信頼度高いから、あ、信頼度は確かに高いね。まあ夜行フクロウを着てたらね、そうだね、フクロウを確実につけてくれるのはね、もう激アツだよね。完全にもう 90% の確率でフクロウをちゃんとつけてくれるよな。なんかエッチだしかっこいい、仮面舞踏会でつけてそうなやつがエッチ。いやめちゃくちゃわかるわ、この服めちゃくちゃ着込んでいて、でかっこよくて強そうなんだけど、なんかエッチなんだよね。なんでなんだろうな、この異素材感の組み合わせとかもそうかもしれないけど、やっぱり目元のマスクのこの怪しい感じなのかな、これがちょっと占い師のエッチさをねこう底上げさせているかもしれないね。セーラームーン見てた時のね、なんとか仮面さんとかもね、あの仮面つけてるだけでちょっとエロい感あるもんな。仮面タイプの目隠しとフクロウデザインのマントがかっこいい。そう、仮面タイプの目隠しやっぱりみんな好きだと思うんだけど、個人的にはこのフクロウデザインのマントがめっちゃかっこいいよな。いやーほんとわかるわこれ、もうねこのフクロウの羽をねあしらったかのような、ちょっとね左右非対称のこのね、手作り感もありつつ、でもこの羽明らかにそこら辺のフクロウの羽じゃないだろうみたいな、神の領域に片足突っ込んでるフクロウの羽だろうみたいな、銀色のギラギラしたねめっちゃかっこいい羽でマントができてるのが本当にかっこいいよね。これヒラヒラさせて走り回りてえよな、第五人格のマップ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。 SR の衣装が2位に食い込んできたっていうのはね、これは今後そうそう起こらないと思いますね。でやっぱり1位はね夜行フクロウっていうことで、これはもうね全プレイヤーの憧れの存在と言っても過言ではないよね。もう本当にね、あの夜行フクロウ持ってる方お願いだから来まくってほしい。今でもみんな待ってますあなたのことを、っていうことでね、今後実は占い師、4周年記念オフライン限定パックで衣装が実装される予定です。それがこちらのホワイト、これもめちゃくちゃ人気出るんだろうなっていうことでね、おそらく実装は10月とかそんぐらい秋になるんじゃないかなというふうに思うんだけれども、その頃になったらまた占い師のランキングもね、ホワイトの登場によって変動するんじゃないかな。いやめちゃくちゃいいなこの衣装、本当に買える人はねぜひゲットしてみてください。というわけで今回はこんなところで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。Thank you.